はい、皆さんこんにちは。こんにちは。個人は秋です。劉海燕かな子です。はい、私たちは今日インターネットのイメージ広告分析について発表したいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、これは発表の流れです。まず私から皆さんにこのプロジェクトの研究背景を紹介させていただきます。今世界中では広告は宣伝の最も大きな方法の一つです。広告の中でいろいろな形式があります。ネットではバナー広告がよく使われています。このような広告は皆さんがよく見えますよね。こういう広告はイメージ広告と言います。イメージ広告の定義は消費者に連想や暗示ムードによって好ましいイメージを持たせて企業や商品の良い印象を与えることです。はい、私は先行研究を少し背景と関係しているので紹介します。それは2006年の広告言葉という研究です。それは私たちは宣伝コピーと呼ばれるのは文章の中でキャッチフェーズと呼んでいて、言葉の言語学的に関連性理論を使って3つのグループがキャッチフェーズがよく使われていることが分かりました。一つは表意と推移、メタフォーと刺激の効果、そして高い関連性が高いのキャッチフェーズの機能が感覚に何回も聞いて誓ったいろいろな意味を思い使うことが高い機能と言われました。そして効果的には注意を引き記憶に長く残るものがキャッチフェーズの機能です。はい、そして研究目的に、について話したいと思います。まずなぜ日本ではイメージ広告がよく使われることが知りたいんです。またイメージ広告の宣伝コピーやの表現特徴は何ですか。そしてコピーの表現とイメージのと商品の関係を研究して同じ種類の商品が移動あるかどうか調べたいんです。これが私たちの仮説です。私たちはこの3つの広告のように宣伝コピーには心に火を、思いを走る喜びに、そしてあなたの髪に輝く運命を、つまりにと王が九末にとしてのパターンがよく使われると予想しました。はい、今回私たちはインターネットでランダムに169個の家庭用、の広告商品やサービスの広告を集めて化粧品、車、食べ物、家庭用品、飲み物、電子製品と IT 関連、そしてサービスと7グループに分けました。その中、マイグループでは平均25個の広告があります。それから、広告の宣伝コピーとイメージを別々に分析します。コピーは空末の表現をメインにして考察します。イメージの場合は、イメージにおける名付け的な意味をという理論で広告を分類します。それでコピーとイメージと商品の相互関係を調べます。ではこれは私たちの考察の方法です。まずは4つの分類を分けていました。まずは宣伝コピーだけを見て、それを売っている商品が分かることです。そして宣伝コピーを見るだけで売っている商品が分かることもあります。それで宣伝コピーとイメージを合わせてその商品がどういうものか分かるか分からないことは4つ分類をしました。ではみんなで当たろう。はい、はい、まずはこれは麦茶血圧対策飲料売上ナンバーワン、これは何の商品でしょうか。はい、はい、これは明らかにその麦茶を対象の宣伝です。はい、そして
超高速で、を全ての人へ。これを、え、はい、はい、いえ、違います。それは au の携帯電話のコレクション の、 あの宣伝です。そしてこれは肉と聞いたら、それは何の商品でしょうか。うん、はい、焼肉。いえ、肉まん。いえ、違います。これはこの図が見ないと分かりませんですよね。これはウーロン茶が売っています。それは宣伝文句は肉と来たらウーロン茶ということです。はい、そして最後のはあの宣伝文句を見て、そしてイメージを見ても分からないことです。笑おう、誰もが凄やかに笑顔でいられる毎日を。これは化粧品。いいえ、違います。はい、これはあの株式会社愛生薬薬の、のサービス の、 あの宣伝です。はい、そう、私たちはこのような集めた広告のコピーを見て何を売っているかを当たりました。半分以上が完全に当たって 5% は近く類別に当たって、約 40% のは全然当たりませんでした。その中、私たちはただコピーを見て売れる商品が分かる理由は、このコピーのではキーワードが含みます。例えばこのハリシア透明感ファンデクリアハッタは、というキーワードを通じて、化粧品が売っていることが分かりました。そしてハイブリッド乗る車、この、美しい系は、車のブランドです。ブランド、うん、そしてこれは、車の広告のコピーのキーワードです。最後は、生命保険、三井住友銀行、そして JL 国際線は、サービスを売っていることがはっきり見えます。私たちは当たるコピーのキーワードを整理しました。青色をのつけたのはコピーで、ブランドや商品を直接に言い出すキーワードです。その結果、コピーでは商品によって特定なサービスは、特定なキーワードを使っていることが分かりました。例えばサービスは商品名や会社名、例えばこの銀行カードの温度やサービスの種類をはっきり表します。飲み物は製品の成分をよく書き出します。例えばこの水分、ミネラル、糖質、そして化粧品は使い方と効用をよく言及します。さて、かなこはコピーの句末の考察を紹介します。はい、さっきはキーワードについては説明しました。今は句末にあの注目してください。例えばこの宣伝文句を最後の線を引いたところは動詞ということです。例えば変えようと語ることです。そしてこの2つの広告は最後には動詞がつかない。それはあの句末に「お」と「お」をつけることが分かりました。それで私たちはその宣伝コピーの中に最後には動詞がつけるかつけるかどうかをあの分析しました。その中で、ね、78% が大部分の宣伝コピーが動詞がないということが分かりました。それでこの動詞がないのコピーの句末をあの分けて、あのどういうものをつけるのか、あのこの図を作りました。一番多くのは体言止めだった。そしてあの2番目は応答にもよく句末に表すことが分かりました。
これは句末で定型と形容詞をつけるの3つ の, あの例です。例えばこれは A、これは定とうまい、はい、そして句末に2をつけるの宣伝文句、これはかゆみにと歯に、そしてあの句末に O をつけることです。その他のはよく使われるのはですとあのまでなど、一番多くのは体験止め、つまりあの名詞をつけることが多いです。これも体験止めの例です。ここまで皆さんが私たちの仮説はまた覚えていますか？はい、私たちは動詞がないコピーが2を、そして O2 のパターンがよく使われていることが仮、と仮説していました。でもこの研究を行ってその仮説は違うと分かりました。コピーはのよく使うパターンは体験止めです。それで私たちはさっきは動詞がないというコピーを研究しました。今は動詞がつけるのコピーを商品別に分けて、あのそれは一番多いのは家庭用品が、あの動詞が多く使われていました。そして次は化粧品、車と飲み物です。動詞をつけるの例はこのように添えて、あの溢れ出すとあげましょう。私たちはこの、 あの最後の動詞を引き出して、そのこのテーブルを作りました。そして一番多いのは実装形だった。この色にはあの商品別の色です。一番多く使うのはあの実装形、そして化粧品も多く実装形を使うことが分かりました。次には家庭用品がもうあの実装形もよく使われることです。それはあの感覚にあの早くその宣伝文句を読んで実装形でメッセージを捉えることがあの効果的と思いました。そして私たちはあの宣伝文句だけを見、宣伝コピーだけを見て、今はイメージもあの少し分析します。それが169の広告の中で、その広告の中人がいるかどうかは、それは85が人がいました。それはあの種類の比率には半分半分の広告が人がいることが分かりました。私たちはこの図に分類をしてイメージを分析します。このイメージにおける名付け的な意味は、あの構図は 5%。 今は例を少し見せます。この例のように構図というのは矢印をつけてその商品 の, あの効果と特徴を表すことが分かりますから、構図ということに分類しました。そして2番目多いのは 22% の構図なしです。この例のようにただ商品 の, あの広告に表す、そして名前フリーストライプ、この車の名前と商品の本だだけを見せるから構図ということです。あ、構図なしということです、すみません。はい、そして一番、多い多く使われたのは属性の、広告です。それは 25% あります。
はい、この図を見るとアイスのカリカリ食感を強調していますのは、属性の図に分類しています。これは、属性は特徴を説明していますから。そして連想は 10% があります。連想は比喩の方法で商品を表します。この広告を例にしてたくさんの水が商品を含むことは貯水すると比喩しています。だから私たちは この広告を連想と分類しました。そしてまずは取引の広告を見せます。これは人が表す、そしてビールを宣伝することです。このビール のカップに注えることですから取引ということです。そして私は非取引も説明します。これは感覚に交流して目を合わせることが、はい、そして最後には反応です。 9% の反応です。これはドライバーが車を乗って楽しいということですから反応を分類しました。最後にはこの宣伝コピーを少しまとめてします。それはイメージ広告がなぜ多く使われるのか、それは日本は間接的に韓国の想像力を刺激することが分かりました。そしてコピーとイメージは密接的につながっています。例えば大部分 の宣伝文句を、イメージと合わせることが商品が何のことが分かることです。そしてコピーの中にもキーワードが含むことが多いです。それでコピーの空末の特徴は8割が動詞がなしということが分かりました。そして多くのは事象形をよく使われています。コピーのパターンが多く体験同盟を使うことです。それでイメージは少なく分析しましたが、それが人があんまり半分しか現れないです。そして一番多いのは属性と構図なしが分かりました。はい、そして私たちは今後研究対象の範囲を拡大して商品とイメージの関係性、そしてコピーで使う表示法をもっと詳しく調べたいんです。これは私たちの参考文献です。はい、ご清聴ありがとうございました。